ハンス・ホップナーハンス・ヘップナーは、ドイツの植物学者、昆虫学者、教師である。ニーダーライン地域の植物についての研究を行った。ブレーメンで生まれた。教師の職を選び、ハンマー、フライスビュッテル、ヒュンクセで働いた後、クレーフェルトで30年間、教師として働いた。教師の仕事の傍ら、クレーフェルトの自然史博物館、標本館の監督として働き、 昆虫標本の研究を行った。ヘップナーの業績は、昆虫学の分野の研究や、ニーダーラインの植物を収集したことにあった。89編の著作を行い、多くの昆虫のコレクションを作り上げた。当時のニーダーラインの生物賞の特徴を示したヘッパーの資料は、現在の同地域の生物賞と比較する意味でも、重要な資料となっている。 1943年にネイチャー・イストリスカン・フェアイン、デア・リンランド・ウント・ウエスト・フェーロンズとナチュリス・テンシャ・フトリカン・フェアインズ・クレフェルドの名誉会員に選ばれた。ホップナーは植物の学名で命名者を示す場合にハンス・ヘップナーを示すのに使われる。ヘッパーの著作の一覧はドイツ語版のウィキペディアの著作リストにある。ありがとうございます。